が違うんやろっていうぐらい似てるんですけども、 2,3 年経ったら剥がれます。魔法の素材、シンデレラみたいな素材って言ってるんですけども、はい、本日ですねこちらノースフェイスのジャケットと GU のジャケットそっくりなんで比較していきたいなというふうに思います。ということでね、どっちも素晴らしいジャケットであることは間違いないんですけども、お値段がですね桁1個ぐらい違います。で、片方 GU の方がだいたい4,900円、まあ5,000円ぐらいということと、こちらノースフェイスの方が4万円ぐらいということなんでね、まあだいたいゼロが1個違うんですけども、ほらなんでちゃうのと、安い方でええやんかってなるじゃないですか。だけどよく見ていくとやっぱり違うんですよね。そのディティールが、風合いがとかいう話はいいんやけども、まあ、ちゃんと素材とか一個一個の部品の単価とかって見ていくとね、あ、これやっぱちょっとちゃうよねっていうことになってきますので、まあ、パターンとかもあるんですよ。そのパターンで設計図みたいなのあんねんけど、まあ、そんな邪魔くさいが一回着ていきますわ。とりあえずですね、両方とも L サイズで着用していきたいなと思います。こちらのですね GU の方のジャケットがですね、正式名称がメンズのウィンドプルーフマウンテンパーカーということで、まあ、ウィンドって言ったら暴風ですね、プルーフって言ったら防水ってことなんで、暴風防水のマウンテンパーカーですよということで、まあ、後でも言いますけどもノースフェイスも全く一緒です。だから何が違うんやろうと思ってはる方もいらっしゃるかもしれんし、あ、確かにこれ全然ちゃうなと思ってはる方もいらっしゃると思うんですけども、まあこういった感じですね。サイズ的には僕ね意外と大きいねんなと思って、 GU 僕あんま買わないんですけども、 XL とかかなと思ってパッて着てみたら、あ、 L でもちょっと大きいかなぐらいな感じだったんで、まあサイズは普段のサイズ感で少し大きめに着れるよというふうな、ね、感じでいいかなと思います。まあよく見てもらうと生地にはね、リップストップナイロンって言ってこの格子状に生地が編まれてるんですけども、まあそれがどうしたんってことなんやけども、その格子状に生地が編まれることによってビリってちょっと破れた時にビリビリビリってこう破れる時に引っかかるんですね。だから止まるようになってるけども、リップっていうのはまあ避けるですよね、ストップっていうのは避けるのを止めるっていうナイロンが使われてますよって、まあそういう折り方されてますよっていう、そういう感じですね。でこのリップストップナイロンでね、こうやってね生地ブワーっといっぱいある中で見ていてもね、まあリップストップナイロンってそんなにめちゃくちゃベラボに高いわけじゃないんですよ。だからこういう比較的安いブランドとかでも使えるっていうところになっておりまして、で次がですねノースフェイスのこちら正式名称マウンテンライトジャケットというジャケットになっておりますが、まあ、このような感じでめちゃくちゃ似てますよね。何が違うんやろうっていうぐらい似てるんですけども、これも同じような機能が搭載されておりまして、サイズは L サイズと。でこれに関しては生地よく見てもらったら別にリップストップナイロンではないんやけども、ノースフェイスの方がリップストップナイロンじゃないので、 GU の方がリップストップナイロンなのということでね、まあ、その辺がちょっと気にされる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、まあそういったことになってると。でそれぞれね、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、用途はいつの用途なんかって言ったら、まあアウトドアですよね。どう見てもアウトドアとか、まあ、今やったら街中とかでもね、着れるかなと思うんですけど、それ用に作られてる。だから防風で防水で透湿性があるということなんですけども、生地感とかもね、まあ似たような感じですね。ちょっと一回厚み測ってみましょうか。この袖のところぐらいの厚みをね一回測ってみたいなと思います。まあ 0.5 ぐらいですかね。で GU の方は、まあ、0.38 とかなんで、 GU の方が若干薄いかなっていうような印象で、ノースフェイスの方がちょっと厚めな生地が使われてますね。まあ、ただ 0.3 か 0.5 に関しては着てそんなに分かるかって言われたら、まあ、若干ちょっと、まあ、こっちの方が張り腰あるかなっていうような印象と思っていただければいいと思います。ではね次はね性能をいろいろ喋りたいなと思うんですけどもね、まあ、防水とか防風とかって言ってるんやけども結構徹底的に違います。っていうのも同じ防風防水で透湿性もある、こっちも防風防水、まあ撥水で透湿性があるって書いてあってね、説明欄にもここにちゃんと書いてあるんですよ。ではほんまやな、同じやなと思うじゃないですか。違うんです。何が違うかというとですね、この GU の方っていうのはあくまで加工なんですよ。だからその生地の上とかにペチャンって貼り付けてるから一応防風防水の膜みたいなのが貼ってあるだけなんですけど、洗うと取れるんですよね。でもうちょっと下読んでいきましょう。でもうちょっと下読んでいくと、ボンディング素材っていうわけのわからんバーッとか出てきますね。ボンディングって何ですかと。で、まあ、ボンディングっていうのはね何かというと貼り合わせっていうことなんですよ。だから生地と生地を貼り合わせてることをボンディングっていうんですけども、まあ、ボンドからボンドを貼り合わせてるボンディングって言ったら イメージ分かりやすいと思うんですけど、裏の生地にねこういうテカテカした素材が貼り合わせてるの分かります？この表の方って別にテカテカしてないじゃないですか。この裏側にテカテカした素材を貼り合わせることによって暴風風を守るし、防水水が入ってこないし、そして透湿って言ってね熱気とかがこう逃げていくっていう、まあ、機能的な素材に仕上げてはいてるんやけども、あくまでこれはさっきも言ったけど貼り合わせてるだけなんですね。でこの貼り合わせてる時にめちゃくちゃ大事なことがあるんですけども、何かというとね、ここテスト出ますから皆さん覚えててくださいね。でこの貼り合わせてる時のこのボンドの素材っていうのがポリウレタンという素材が使われてるんですね。このポリウレタンっていうのが悪さしよって剥がれてくるんですよ。でこの2年か3年したら絶対剥がれてくるっていう、こう寿命があるってね、まあ、僕は魔法の素材シンデレラみたいな素材って言ってる
やけども、あの剥がれちゃうんですよ。ペラーンって剥がれちゃうから、どうしてもこの加工も、ほっとっても一回も使わんと、綺麗に棚に置いた状態でこうやって眺めてて、あーすごい綺麗だなと思って見てても、 2,3 年経ったら剥がれます。で 2,3 年経つ前にもう洗濯してるだけでもどんどん剥がれてくることもあるので、これはほんまそのワンシーズンだけ着るとかっていうのに関しては、機能的に言うとそんなに変わりはないように見えるかもしれんけども、長く着ていった時にえらい差が出てくるということになってますので、機能としては、じゃあノースフェイスとあんま変わらへんやんね、ノースフェイス安いからええやんってなるんやけども、はいはいはい、ボンディングね、とボンディングされてるんやったらまあいずれ剥がれるよねって、なんでかってそんなボンドみたいに火つけてるだけでそれポリウレタンやからねってことで、じゃあノースフェイスの方はそうじゃないのと、ノースフェイスの方もボンディングしてるんちゃいますっていう話したりしたらね、ノースフェイスの方はね、まあさすがやっぱ3万も4万もするだけありますよね。ボンディングではないんですよ。でボンディングじゃなくてね、ちゃんと医療用とかで開発されためっちゃくちゃ薄いラミネートみたいなのをね、この生地と生地の間に入れてるんですよね。だから一生取れないんですよ。で、まあ厳密に言うとね、一生取れへんかどうかって言ったらまあそんなことないんやけども、この挟んだ状態で縫製して塗っていってるんですね。でもさっきのあれって生地の裏側にボンディングピテーンってやってるだけだから、まあ、剥がれてくることもあるし、それ以外にもボンディングってこの防水のためにやるだけじゃなくて、服と服引きつける、女子とかはあるんやけど、上の服は白やねんけど下は青のスカートとかになった時にここ引っ付けてのボンディングとかって言ったりするんやけどもね、そういうのが変われてない、要はそんな安易に作られてないのがこのノースフェイス。もっとちゃんと研究されて嵐の時でも対応できるっていうのがこのノースフェイスになってるし、まあその場をうまいことごまかすってなったらこの自由の方でも全然問題ないかなとは思うんですけども、まあそういったところがまあ違いになってくるので、え、これ自由の方濡れへんって聞いてたけど、もうめっちゃ雨降ったらめっちゃ濡れたんですけどっていう可能性は全然あります。ただノースフェイスの方に関してはこれ嵐でも着れるから、嵐が来ようと濡れません。で、額の中に入れて、うわ綺麗って言ってても 2,3 年経っても劣化しません。だからまあその辺がね、ノースフェイスの機能性が持続してる、そしてハイパフォーマンスで持続してるっていうのと、低いところで一瞬で消えるっていうのの、まあ価格差がここで出てくるかなと思います。だから洋服はとにかく金出したら出した分だけの性能が返ってくるんですよね。で、まあ性能とか風合いとか着心地が返ってくるということなんで、まあこれがね、まあ同じ性能やねんけども、まあ長く続かへん、まあボンディングですよねっていうことで、まあ選択してもこれとも長く着れるし、あの機能が落ちることは全くない。もう機能は持続するんで落ちるってことはないんですけども、唯一落ちるとしたら穴が開いた時、穴開いた時はダメ。もういくらね穏便な嫁さんでもこれやったらあかんっていうのあるでしょ。それでしょ、これやったら怒るねんっていうのがあるのと一緒で、このジャケットも何でもできるって言っても穴が開いたらさすがに水通りますよっていうことなんで、その辺皆さん気をつけてくださいと。で次パターンのとこ行きたいんだけどね、パターンって何ですかってことなんやけど、例えばですね、僕が冒頭で着てたこのナイロンジャケットのパターンとかやったら、どういったパーツを組み合わせればこういうジャケットになるかっていうパターンっていう設計図があるんですね。でこの設計図をベースにいろいろ作っていくわけなんですけども、そのパターンが複雑であればあるほどよりこう手間がかかったり、より専門的になってきたりするわけじゃないですか。でもそれ貼り合わせてるだけだったら別に誰でもまあそんなに難しいことじゃないとは思うんですけども、まあそれがね、例えばやけどポケット一つにしても、ポケットってノースフェイスのポケットってこんな感じで別にポケットのマーク見えてないですよね。でこのまあ中にポケットが入ってるということになってて、まあ外からこのここから見ても分からへんねんけども、まあ、ちょっと立体感のある、縫製になってるんやけども、例えばじゃあ自由の方見ていきましょう。自由のポケットってどうなってるんですかっていうと、この生地の上にパーンって他の別の生地貼り合わせてるだけなんですよ。だから別に縫製的などうのこうのうんぬんっていうよりかは、ただそれをそのままパンって貼り合わせればいいだけなんで、より簡易的に、なってるっていうところも、まあ、パターンでこの縫製が安く済むとか、その代わりやっぱりシルエットが崩れてきますけどね、この外付けのポケットに入れてくるとどんどん膨らんでくる、安いとか、あとはずっと着てたりしたら、今こうやってね、街がね、ちっちゃくなってるけども、この街がポンって出てきたりとかするってことで、まあ、簡易であればあるほど、まあ、そういうところがある。またそれだけポケットだけじゃないですけど、分かりやすいですね。まあ、貼り合わせてるだけやからポンポンポンと。でそういったことで平面であればあるほど、まあ、簡単なんですね。で立体になればなるほど難しいんですよ。でそれがまあこれが平面的であるっていうのが非常に分かりやすい、サンプルになってるんじゃないかなと思います。家もそうでしょ。なんか普通の家建てればね、もう簡単な家とパン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 ってやったら、なんか知らん間にあそこ家建ったなっていう時あるじゃないですか。それはもう簡単なんですよ。やけど複雑でね、注文住宅にしてね、なんか階段がこんな階段にしてみたりだとかね、なんか中のところに中庭作ってみたりとかね、そんなことしだすとね、ちょっと一級建築士呼んでこやなあかんなとかね、それ施工できる業者呼んでこやなあかんなとか、ちょっとややこしくなるじゃないですか。だからまあそういうところでより住みやすさとかは高まるんやけども、その分まあ費用がかかってきたりとか手間がかかってきたりするっていうのは、洋服も全く同じですよねと。でそれが長く持続するものなのか、一瞬で終わるものなのか、洗濯してたら終わっていくものなのかっていうところで、まあ、違いも出てくるんですけども、まあ、そういったところが違いになってくると。でまあね、とは言いながらも、まあ、唯一安い方、この今回で言うと自由のこっちの方がいいなと
と思うことがあったんですよ。何がいいなと思うんかなと思ったりしたら、性能とかパターンとか全部ひっくるめて、部品代とかひっくるめてもどう考えてもノーセスとか、それはええもんやねんけども、何が僕個人的にはねこの自由の方がいいのかなと思った時に、まあこれ言ったら元も子もない話なんやけども、ロゴがないだから合わせやすい。こうやってパッて見た時にロゴあるとどうしてもやっぱ山感出ちゃうじゃないですか。でもそれがやっぱロゴないのってやっぱシンプルでいいよなって、こうなんか1周とか2周とか回ってきだしたら思うんですよね。最初なんかノーセンスのこのロゴが欲しいとかって思って買うんやけども、その後どんどんいやロゴいらんよなとかって思い出すんですよ。これね、僕の視聴者さんの方もあの首うなずいてますから、みんなそう最初このロゴが欲しくて買い出すんやけども、そのうちこのロゴがいらんくなってくるよっていうのがね、不思議なもんなんですよね。最初はねパチンコもね勝ちたくて行くんやけどもね、もうそのうち勝っても勝たんでもどっちもいいから、なんか楽しみながら行くとかいうわけわからんようになっていくんやけども、まあ物事ってそうじゃないですか、奥深くなってきたらね、なんか一周二周回ってくるんやけども、まあそんな感じで、まあロゴがないところが一番こう合わせやすいとか、コーディネートとしてはね見た時にいいんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあこれと同じ機能でこういうシンプルなジャケットっていうのも他のブランドとかもあったりするんですよ。だからノースエース入りでアウトドアいっぱい見ていく中で、あ、実はアウトドアだけじゃなくてドメスティックブランドとかっていうのもね、日本のブランドが作ってるのとかでゴアテックス使ってる超ハイテクなねシンプルなジャケットがあったりするということなんで、まあそういったジャケットもね今後は紹介していきたいなと思いますので、まあ今日はこういった一番わかりやすいファストファッションと、まあ今人気のノースフェイス何が違うんかなというところね、皆さんに見ていただいたという動画になっております。なのでね、たまにねよくわからん発言なんけども、なんかノースフェイスはハイスペックやとかいうわけわからん発言出るんですけど、そういうことじゃなくて、まあ長くそれを持続機能させたいのか、それとも一瞬でいいから、手軽に買いたいのかっていうところも違いになってくるし、あとパターン的にもね動きやすさがやっぱりパターンが複雑になってるから動きやすい、パターンがシンプルで貼り合わせてるだけだからちょっと動きづらさがあるので、あえて大きめに作ってるとかっていうのも、そういうハイスペックうんぬんとか、街中でそんな機能いらんとかね、わけわからんそんな話ではなくてですね、しっかり、まあ、本質をねこうやって見ていただければ嬉しいなということで、本日はですね GU とノーセースのマウンテンバーカーを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。